はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、パウンドケーキ見えるかな。パウンドケーキをね、作っていこうと思います。これを袋入れます。卵を入れる。暗いかな。あ、オーブン温めてね。ラム酒入りのレーズンも入れます。ちょっと全部入れるのが多いような気がするんだけどね。残してる。レーズンのいい匂いがするね。よっしゃ、混ざった。でね、この型に入れていきます。ちょっと型がね、これは大きいかな。はい、余熱がね、完了したんで、今から焼きます。よいしょ。スタート。焼けたかね。焼けてるね。はい、
焼けたね、焼けました。あとちょこっと冷ましてさ、カットしてみようかね。はい、型から取り出したね。ちょっとまだ熱いけどさ、カットしてみようかね。よし、できた。はい、パウンドケーキの完成です。じっちゃん特製パウンドケーキ、特製じゃないか。ちょっとね、甘いものを食べたいなと思ってね、作ってみました。もう夜も遅いんだけどさ、今からねちょっと食べてみようと思います。まあ皆さんもね、自粛自粛でさ、家にいると思うんだよ。こういうのね、たまには作ってみたらいかがでしょうか。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。